眼科医の平松です。今日は緑内障の手術、トラベクレクトミーの危険性についてお話ししようと思います。いただいた質問です。トラベクレクトミーを受けることのリスクが高く、できるだけ避けたい方がいいと何度もお聞きしてます。具体的に手術でどれだけひどいことになる可能性があるのか、実際の例を教えていただきたいです。成功されている方の例は多く聞きますが、うまくいかなかった方の話はあまり具体的に聞いたことがなく、そのせいであまりリスクが高くないように感じてしまいますということです。トラベクレクトミーってどういう手術かっていうことからお話してきます。トラベクレクトミーというのは緑内障の手術、眼圧を下げる手術になります。目の玉は眼圧、目の圧力によってできているんですけど、それを下げるのが緑内障の治療です。これが下がれば下がるほど、まあ、いわゆる緑内障の進行リスクを抑えてくれるんですね。なぜかというと、その圧力によって神経がダメージを受けて死んでしまうので、まあ、それを止めようというのが目的です。ただこの眼圧というのは必要だからある程度の圧力があるわけで、神経が弱いから今問題になってるってだけなんですね。なので、まあ、トラベクレクトミーを手術して、まあ、どんなことになることがあるかっていうと、一番多いのはですね、手術は大成功していると。で、眼圧も下がっていると。そして、特に大きい合併症、問題も起きていないと。ただし、見づらくなったっていうのが、まあ、一番多いですね。そして、まあ、それで、なんかこう、手術が失敗したんじゃないかみたいになって、まあ、うちにいらっしゃる患者さんも結構多いです。なぜこれが起きるか。実際は、視力は元 0.8 で、手術してからも 0.8、 こんな感じのケースが多いんです。そして視野検査もしてみても術前術後であんまり変わってない。だから患者さんは医者に、いやすごい見えないんですけどと言っても、医者はいやいや全然悪くなってないですよ、何言ってるんですかみたいな感じで対応になります。これ何が起きるかというと、トラベクレクトミーという手術はこう白目に水が逃げる通り道を作るんですね。そのため涙の質とか目の表面が悪くなりやすいです。そのため視力は出てるんですけど、一生懸命見てると結構見づらくなってくるとか、見えるのは一瞬であるとか、目がゴロゴロするとか、充血しやすいとか、これはもうよく起こることですね。はたまた乱視が出て元よりも見づらくなっちゃうっていうこともあります。これが一般的で、あんまりシビアじゃない、ただすごくよくあるケースになります。で、シビア、深刻なケースとしては、眼内炎、目にバイ菌が入るってケースですね。それは、手術してすぐのケースもありますし、何年後かに起きるってこともあるんです。例えば、緑内障の手術をして、眼圧が下がって良かったと思ってた10年後、急に目が赤くなって見えなくなってきた。なんだろうと思って眼科に行くと、あ、これは目にバイ菌が入っちゃってて感染してますから、目の玉の中を洗う手術をしなきゃいけないですと言って緊急手術をすると。それはしたんだけれども、もともとその感染を起こす前視力は 1.0 出てたのに 0.1 も見えなくなっちゃったということがあり得るわけですね。白内障手術とかの、まあ、一般的な手術っていうのは、手術した時だけが危険なんですけど、その後も危険が起き得るというのがトラベクレクトミー、緑内障手術のちょっと厄介なところになります。なので、なんていうかな、手術後1年いいからもう大丈夫とは限らないというのがちょっと嫌で、すごく怖いなっていうところになります。それ以外に早期に起きてくる問題としてあるのは、眼圧の下がりすぎっていうのがまああるケースですね。眼圧、目の硬さは正常10から20と言います。ただ、もう緑内障が悪い人は正常下限の10よりもっと下げようとするんですね。まあそうですね。5から6ぐらいの眼圧ぐらいまでだったら、なんとか目って眼球の形を保てるんですよ。でも、それ以下の眼圧が2とか3とかになってくると、この風船がしぼんだ感じのしぼしぼって感じになっちゃうわけなんですよ。そうすると、目がピンと張ってないので、光が入ってきてもそれをちゃんと見れない。歪んで見えてしまうとか、物が大きく小さく見えてしまうとか、なんとなく見づらいみたいになることがあります。で、じゃあこの時どうするのっていうのがちょっと悩ましいところで、じゃあ眼圧を上げて、まあ、2から3なのを程よく5、6にできればいいんですけど、コントロール難しいんですよ。で、結果として、じゃあその眼圧を上げましょうってやったら、元の眼圧が10で、で、手術して2、3になりました。もう一回手術で眼圧上げました。10とか11、2になりました。
これ何したかよくわかんないじゃないですか。でもこれが起きうるわけなんですよ。ってなってくると、眼圧がすごく低くて、まあ、歪みが出ちゃっても、いや、まあ、歪みが出ちゃってるし、見づらいかもしれないけれども、まあね、それでもう一回やってね、上がってなんかあったら嫌だから、失明はしづらくなってるわけだから、これで OK としようよ、という考え方もあるわけなんですよ。で、まあ、様子見てるって患者さんもいて、うん、まあ、どうにかなりませんかって言っていらっしゃる方もやっぱりいるらしいですね。うん。でこれはもう患者さんと、まあ、相談で決まっていく。これを、低眼圧、低い眼圧、黄斑症、黄斑というのは黄色に斑って書いてね、物を見る中心が見づらくなる。低眼圧、黄斑症という病気というかな、状態になっちゃうってこともありますね。はたまた、まあ、例えば、白内障手術はしてない方で、緑内障の手術、トラベクレクトミーをすることによって、白内障になっちゃうって方もいらっしゃいます。まあ、要は、目の玉の中の水の流れを、全然違うところに1個流しちゃうわけなので、やっぱこう、水の流れが変になるわけですね、通常と比べて。それによって、白内障が生じやすくなって、まあ、本来だったら、白内障の手術をするような年齢じゃない、例えば30だ、40だとか、ね、年齢の方が、これ白内障手術しないと見えないですね、みたいになってしまうことがあります。まあ、それはね、白内障手術をすれば見えるからいいんですけれども、とはいえ、やっぱりもう一個手術必要になってしまうということは嬉しいことではないので、まあ、それもやっぱり問題点としてあるかなっていうふうに思いますね。で、さっきは言ったの、晩期の合併症の、いわゆるこう、しばらくしてからの感染症の話したんですけど、早期に感染症が起きると、まあ、結構厳しいですね。ゆっくり起きてくる感染症って場合は、菌が弱かったりとか、後で入ってくるので、まあ、そんな強くない菌のことが多いんですよ。ただ、手術して3日以内とか、そのぐらいでブワーッと増えちゃうような感染症が起きることは、まあ、稀ですけど、やっぱりあるんですね。それが起きてしまうと、下手すると手術したことで、全くもって失明しちゃうという可能性が十分あります。もちろんそうならないような対処は各施設が行いますけど、やっぱそれもゼロではないですね。はたまた、ですね、これもよくあるケースとして、真ん中の視野が欠けてきてる人。例えばね、緑内障がそんなに悪くないんだけれども、進行度が早いから手術しましょうって人の場合は、手術して見づらくなることはそんなに多くはないんですよ。ただ一方で、結構真ん中近くまで視野が欠けている。その状態でもうね、見づらいからどうにかね、止めたいと言って、やっと手術を決断する人。これが結構多いんですね。そうなると、手術によって、手術ってやっぱ、切ったり縫ったりしますから、侵襲ダメージあるわけですよ。それによって、ちょっとだけ視野が悪くなるんですね。そのちょっとだけが真ん中だったりすると、手術前の視力が 0.8 とか見えてたと。手術後の視力が 0.06 みたいなことが全然起きるわけですね。うん。で、実際そういう患者さんはやっぱいらっしゃって、ちゃんと納得して手術を受けた方は、ああ、まあそうですよね。まあそういうこともありますよね。っていうふうに、腑に落ちれるんですけれども、まあなんとなく頭にはあったんだけれども、それは自分には起こらないだろうとやっぱ人間思っちゃうわけですよ。そうなると、そうやって突然視力が悪くなると、なんでこんなことになっちゃったんだっていうふうに、やっぱり、思っちゃうわけですよね。悲しいから。なので、なかなか緑内障手術って、まあ、特にあんまり手術してないお医者さんからすると、あんま進めにくいところがあります。じゃあなんで手術よくしてる医者は結構進めるかっていうと、さっきみたいにギリギリで手遅れになって手術する方がもっと大変だってことを分かっているので、ちょっと早めにお勧めすることが、手術を比較的している医者は、まあ、進めやすいかなっていうのが印象としてあるかなと思います。なので、怖いですよってことを言いたいわけじゃなくて、まあ、それらリスクが、まあ、ある程度あると。で、それは、じゃあ全部説明してくれればいいのにってよく言うんですよ。ただ、手術のすべてのリスクを説明しきるのって、まあ、ほぼ不可能に近いわけなので、だから、まあ、ざっと視力が下がることがありますよとか、まあ、そんな感じの大雑把な表現で、言っていて、それが、そのうちに出血とかいろんなのを含んでたりする。で、今僕が説明したのも、実は、緑内障手術によって起きる合併症の一部なんですよ。それ以外に、目の玉にブワーンと出血して、血が止まらなくて血を止めに行かなきゃいけないとか、目の玉の中の小視帯というところまで出血が回って小視帯手術をしなきゃいけないとか、はたまたですね、まあ、眼圧が下がったことによって、まあ、ちょっと前房というのが浅くなってしまっちゃうとか、で、度が結構変わっちゃうとか、
まあ、そういう方もいらっしゃったりとか、まあ、いろいろ起きることはあるわけですね。あとはブレブといって水たまりを作ったらそこから水が漏れてきてしまうとか、まあ、いろいろあるわけです。本当に細かいことを言うとキリがないんですけども、まあ、こういうふうにリスクも一定ありますってことは理解していただけるといいと思います。他にトラベクレクトミーの手術の実際の動画っていうのも他の動画にありますし、まあ、危険性一般的な説明っていうのも他動画にありますんで、まあ、ぜひそれも見ていただければと思います。ただ、医者が勧めてるということは、確率的に言うとやった方がいいんですよ。ただし、その確率というのは、いい方にあなたに転ぶかは絶対とは言えない。どんなに手術が上手い医者がやったとしても、やっぱり悪くなるリスクが、まあ、それなりにあるのが、緑内障手術というのは、ちょっと理解していただけるといいかなと思います。今日の話が参考になったという場合は、高評価ボタンも押していただければと思います。今後ともよろしくお願いします。